群馬県吾妻郡国道145号線の脇に見えるひときわ目を引く山が岩櫃山です。ゴツゴツした岩肌は見るものを圧倒させ、ちょっと神秘的でもあります。戦国時代、この山のふもとに城が築かれていました。この岩櫃城を整備したのは六門線の家紋で有名な真田氏。大阪の陣で徳川家康の本陣に突撃をかけた真田幸村も幼少期この城で過ごしたことがあるようです。山深い地にあるこの城ですが、実はなかなか有名で、真田の主君である武田家が滅亡する直前、追い詰められた当主武田勝頼をこの城に迎え入れ再興を図るという岩櫃城決戦計画というものもあったのです。またこの城はただの城ではなく、重要な街道を城域に取り込み町を従えた城塞都市のような造りであったと言われています。しかしこの岩櫃城と城下町は関ヶ原の合戦後、忽然と地上から消えてしまうのです。今回は戦国の世を渡り歩いた真田の城、岩櫃城を紹介します。現在岩櫃城の跡は整備され見学できるようになっています。国道から脇道に入り、そこから10分ほど坂を登っていきます。そんなに広い道路ではないので、すれ違いにはちょっと注意が必要です。向かって右側に広く舗装された駐車場があります。ここから少し坂を登っていくと案内所があり、自動販売機やトイレもここにあります。案内所の中には岩櫃城の模型などがありますので、これを見ると城の全体の様子がわかります。岩櫃に城を作ったのは誰なのか分かっていません。この地の豪族斎藤氏が築城したと言われていますが、現在の形としたのは武田家の家臣としてこの地を攻略した真田氏です。岩櫃城の本丸は山の上でなく中腹に築かれています。普通山城といえば最高所に要の廓を作るのですが、岩櫃山はご覧の通りの岩山、廓を築くスペースはありません。そこで中腹に本丸を置き、周囲に廓を配置しています。古くから吾妻川に沿って街道が通っていました。真田氏はこの街道に沿って東西に勢力を広げた大名、中間点にあたる岩櫃は重要な拠点でした。岩櫃山の東の尾根は幅が広く、台地状の地形が続いています。この上に街道を通し町を作らせることで、街道を直接抑える作りになっています。本丸への登り口は案内所の少し上から森の中の坂道を登っていきます。広い車の跡を過ぎると本丸への案内看板が見えてきます。ここを右に曲がっていくのですが、この道ちょっと変じゃないですか。普通山を登る道って右左に曲がって勾配が緩くなるように作られていますよね。でもこの道は斜面をひたすらまっすぐ登る、傾斜がきついし、何やら谷底のような場所です。実はこれ、岩櫃城の防御施設、縦堀の跡なのです。縦堀とは、斜面を上から下まで掘り下げたもので、谷のような形をしています。このように縦堀を設けることによって、敵兵の動きを制限するのです。岩櫃城には、このような大規模な縦堀が何本も掘られています。
本丸への道は勾配がきつく歩いていて辛いのですが、上から攻撃されながら狭い堀を進まなければならない、攻め手の気持ちを味わうのには最高です。縦堀の中を進むと城の中心部が見えてきます。本丸までの高さは結構あります。本丸の周りにも大規模な空堀が掘られ、折れ曲がった後斜面の縦堀につながっています。この辺りからは上州の山並みが見え、真田一族もこの風景を眺めたのだと思います。本丸から続く尾根を登ると岩櫃山の山頂に向かいます。この辺りには登山の方がたくさんいました。私は登山をしないのでこの先には進みませんが、この城いざとなれば山の中に逃げ込むこともできたかもしれません。城の南側には殿屋敷と呼ばれる城主の居館があったようです。通常はこの辺りで政務を取り、戦いの時には山上の城にこもったのでしょう。山を降りて城の東側にやってきました。今は畑が広がるのどかな風景ですが、昔この場所に家臣屋敷を中心とした町場が形成されていました。江戸時代の言い伝えによって町の名前も伝わっています。なんとなく道路の両側に短冊状の土地があったようにも見えます。神秘的な岩櫃山をバックに、当時隣国にも聞こえるほど栄えた町がここにあったのです。吾妻街道通行の拠点として物資の取引や輸送手続き、人の休憩などで賑わっていたのでしょう。そしてこの町は岩櫃城の一部として防御施設に囲まれていました。ここは盤上坂と伝わるところ。吾妻街道を東からやってきた時、岩櫃の入り口になります。この辺りには木戸があり、町を守るために見張り板が置かれていたのでしょう。町の西側の木戸は城と川の間の狭い場所に設けられています。当時はこの狭い道が上州と信州をつないでおり、多くの人が往来したのだと思います。この町場は南を川、東西を木戸によって守られていました。北側は沢になっているのですが、そちらにもしっかり防御がされています。案内所から少し東に歩いたところにある岩櫃神社、この裏手に防御施設が残っています。斜面を見下ろしたところにあるのが空堀、北側から町場に近づいても登れないようになっています。このようにして町全体を取り込み、吾妻街道の流れを抑えることが岩櫃城の戦略目的の一つであったと考えられます。織田・徳川連合軍は武田領へ攻め込みます。武田勝頼は迎撃を試みますが断念し甲斐に戻ります。
韮崎に築いた新府城での防御はできないと考えた勝頼は、武田領内にある守りの堅い城に移り、そこで敵を迎え撃つことを考えます。この時、真田昌幸は岩櫃城に勝頼を迎えることを進言し、先に岩櫃に戻り勝頼を迎える準備を行います。この時、昌幸が勝頼のために作った御殿が千龍院跡です。岩櫃城から千龍院跡へ向かうには、西の木戸から続く道を歩いてもいいのですが、結構距離があります。車では隣の駅の横あたりから入ることができ、10台くらい止められる駐車場があります。森の中を進んでいくと広大な空間が開けます。ここが武田勝頼のために昌幸が作った御殿があった場所です。勝頼の家族と近住たちが十分過ごせる広さがあり、背後には岩櫃山がそびえています。後年、この地には寺が建てられたようです。ここからは織田徳川軍が攻めてくるであろう西の方向がよく見えます。いざとなったら出城を伝って岩櫃城に逃げ込むこともできます。武田の本拠地甲斐を抑えた織田徳川軍がさらに足を伸ばして岩櫃まで攻めるのは、兵站が伸びきった状態で敵国にとどまることになり、信長は大軍を投じて攻めることはしなかったかもしれません。また岩櫃城で戦いとなった場合、少ない兵力で大軍を手玉に取るのが得意な真田が、この地でどのような戦いをしたのかドキドキしますね。勝頼は命を奪われず、武田家は存続していたかもしれません。しかし岩櫃城での戦いは行われませんでした。勝頼は親類である小山田氏の岩殿城に向かったのです。その後、小山田氏の裏切りに遭い、武田氏は滅亡します。もし勝頼が岩櫃に向かっていたらどうなっていたのか分かりませんが、これによって真田家は武田の滅亡に巻き込まれず、勢力を保つことができたとも言えますよね。1600年の関ヶ原の戦いで真田家は東西両軍に分かれて戦います。岩櫃城は合戦に勝利した東軍、徳川家康方に属した真田信之が支配します。家名の存続を許されたとはいえ、父正幸と弟幸村が敵に回った信之は、徳川政権の中で微妙な立場になります。そんな時、岩櫃城の様子が家康の耳に入ります。岩櫃の町は大層な賑わいを見せ、多くの関ヶ原浪人が各地から集まってきていると。これを知った信之は直ちに岩櫃城と城下集落を廃絶させたということです。強力な武装を施した岩櫃城と繁栄を極めた町は一気に地上から姿を消したのです。